あ、めっちゃやってくる、めっちゃやってくる。あ、これかわいい、かわいい、かわいい。はい、鯉と金魚飼ってたり、赤ひれっていうお魚とか、エビちゃんもいるはずなんだけど、エビちゃんいるかな、エビちゃん、エビちゃん、ちょっとエビちゃんはどこにいるか今わかんないけどね。あとこんなボールにメダカちゃんを飼ってたりします。メダカちゃんいるかな、冬眠中。あ、いたいた、ね、これメダカちゃんかわいいね、かわいい。はいはい、あ、いいね、いいね、これ。なんか財宝じゃないこれ、アステカゴールドじゃないこれね、パイレーツオブカリビアンな、アステカゴールド海藻があったり、これイソギンチャクっぽいやつね、あったり、綺麗だね。はい、こんな感じの模様のついた板が入ってて、真ん中花火かね、これ花火とクラゲ、ハート、かわいいね、かわいい。これどうやってくっつけるのかな、まあ説明書を見ましょう。このシール名前ってもうね、かわいいね、これね、名前書くんだね。お友達のとこに持って行って遊ぶのかな。あとこれは餌用シール、うーん、なるほど。お魚とかをすくうための網みたいなイメージかな。でこれは天蓋で、これが餌かな、ね、これに動力がついてるわけじゃないのにどうやって動くんだろうね。さあ楽しみです。あ、カニさんはかわいい、かわいい、こんな感じで動くんだね。でクマノミちゃんは、はい、尻尾がちょっとピコピコ動きますね。でこれは何だろうね、何ちゃんだろうね、ね、ちょっとドリーにも似てるけど違うんだろうね、南洋カワハギみたいにあは、うん、かわいいね。はい、それでは組み立て手順、ライトボードっていうらしいんだけど、これを2枚って、あ、これ2枚だったんだね、これ、あ、くっついてて分かんなかったけど、これ2枚、うん、これでいいみたいね。こうやって重ねて土台の水槽の奥に差し込んでくださいと。あ、これね、水槽の奥に差し込んでください、ギュッと、うん、そんなに力はいらないね。でそして水槽を設置、なるほど、ちょっと待って、水槽の前に水入れる、これ設置してから水を注ぐのね、了解。ここはちょっとギュッとね、力を入れて、少しね、力を入れて、こんな感じね。平らなところに置いて、3分の2ほど水を入れますと。なるほど。平らなところに置きます。はい。水を入れます。じゃあ、あと3分の2ぐらいまで。ああ、タプタプタプ。いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。どうだ？あ、こんなもんかね。ちょうど 500ml ぐらいだね。うん、いいと思う。はい、入れましたと。あー、シール忘れてた。シール。先にシールか。餌に、餌のシールね。餌用シール。この平らな面に、ちょうど真ん中が来るように貼りますと。なるほど。あー、斜めになったね。何回か貼り直しが効くタイプのシールですね。よかった。で、こう、ぐるーっと、あー、いい、いい、ちょ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 っと、あー、上手に貼れた。あー、いいね、いいね、いいね。これが餌ね。で次は好きなお名前シールをここに貼ります。どっちが可愛いかな、こっちかな。でこのネットスプーンはこっち側に置く場所がありますね、これね、ここね、ここに置いときますと。はい、それではこれ、お魚とカニさんを入れていきたいと思います。はい、1匹目入ります。ピュ、入らない、入る、入らない、入る、キョイ、おー、かわいい、ちゃんと立ってるね、立ってるね。でも動かない、まだ電源入れてないからね。あー、クマノミちゃん、よいしょ、あ、浮いたよ、ちょっと待って、あ、沈んだよカニさん、カニさん、半分ポッと、あ、カニさん入って、お、ちゃんと立つね、みんな、すごいすごい、これは予想外。はい、それでこの蓋をしますと、ここにね、上にポカッと、
この蓋の上にはくぼみがあって、ここに餌を置いとくことができます。こんなコンコン5個やったら本物の魚だったらね、ストレスになっちゃうけどまあここに置いときますね、今回見えやすいように。それではですね、アングルを変えますね。はい、どうですか皆さん、見えやすいですか？はいはい。遊び方、お魚たちを水槽に入れて電源を入れてね。電源、あ、電源は裏にあるんだ。ここ裏オンします。さあ来い、動け。あ、動いた動いた。え、大丈夫か。だいぶ暴れてるよ青い子。じゃれ合ってるね、じゃれ合ってるね。おうほうほう。あら、もっとスイスイ泳げない、泳げない。カーッ、みんな集まっちゃったね、そこに。はい、それではこのプレイボタンを押すと、お魚たちがおしゃべりして楽しいメロディーが流れるよ。いきます、せーの。押すとお魚たちがおしゃべりして楽しいメロディーが流れるよって書いてあったんだけど、今のは楽しいメロディー、そしておしゃべりをドニニニニってやつがおしゃべり、デン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 ってあのサメが襲ってくる時の音じゃない楽しいメロディーではないような気もするんだけど、もう一回。あ、これは楽しい楽しい。え、でもここだけ泳ぐの、こっちの方、こっちの方、ちょっとこっちの方おいでよ、こっちの方。なんか重なっちゃってねちょっとこれが正しいのかな。はい、空気プクプクいきます。このボタン押すと空気プクプク。え、あ、あ、あ、ほんとだ。お魚のおしゃべりも聞こえてよ今。はい、お魚たちは大喜び。お魚ってこんな声してんだね。で、ここもう一回押してみるね。はい、餌やりしてみます。餌を近づけると寄ってくるよって。あ、めっちゃやってくる、めっちゃやってくる。あ、これかわいいかわいいかわいい。あ、カニさん大丈夫、カニさんカニさんカニさん諦めた。おいでおいでおいで。ああ、なるほどね、餌にね群がってくる感じね好き好き、うわー好き、お魚どうしても、餌が好きどうや、こっちは好き。お、これは泳いでる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 ね。あ、ちょっとこっちの方で群がっちゃったら、この餌で釣ってこっちにやればいいと思ったけど、結局そこで群がるのねあ、あ、急におしゃべりしたよ。うん、結局ここで群がっちゃうパターンなんだ。そっかそっか。次、音と光のパーティーってね、一緒に遊んで餌を与えると水中で音と光のパーティーが始まるよ。餌ボトルでダンスさせてみよう。こうダンスさせればいいんだ。ダンスさせるとパーティーが始まるんだって。こっちからやろうか、こう。こっちの方が見やすいね、みんなね。はいはいはい、遊んで、これかな、光ってる光ってる、後ろ後ろ光ってるね。ん、これで終わりか。
そうなのか。ねこの辺でも泳げるのにね。でもやっぱり寄ってっちゃうのか。もうすごいヘッドバンキングね。ズンタン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 。そっかそっか。これちょっと多いのかな。なんかね、お魚の動きが良くないような気もするね。スイスイって感じじゃないもんね。ちょっと水を抜きましょうか。ちょっと抜きますね、お水を。どうだろう、これはもう3分の2ぐらいだよね、これでもね。で、これちょっと浮いてるから押して、どうですか、スイスイ泳ぎますか。あー、やっぱりこの辺でオラオラしてるだけですね。なんかもっとね、この辺スースーって言ってくれるのかなと思ってたんだけどな。はい、おいで、こっち、こっちで泳いで。ああ、浮いちゃう。頭出ちゃった。やっぱりこれは水がちょっと少なすぎるんだろうね。ね、頭出てそのままだもんね。そっか、水が少ないか。あらら、この子病気かな。浮いちゃうね。あ、水泡がついちゃってんだね、これ本体に。水のっていうか気泡、あ、ごめん、水泡じゃない、気泡だね。気泡がついて浮いちゃってんだね。はい、と、まあこんな感じかな。うん。これが限界かな。はい、もっとねこう泳いでくれると思ってたんですけど、そんな感じにはならなかったですね。うん、カニさんはいい感じだよね。はい、それではせっかくなんでロボフィッシュちゃん入れてみましょうか。さあ、方向転換できるのか、ロボフィッシュちゃん。無理か、こん中では曲がれないか。ああ、無理だ。くっ。ああ、これでなんかにぎやかになった。にぎやかになった。で、こっちでダンスみんなしてるところで、こっち一匹泳いでるだけでね、なんかバランスよくなりましたね。はい、取ったどう。すげーリアル。ロボフィッシュちゃんリアルだね。この動画を気に入ってくれた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますね。くまのみちゃんもお願いします、お願いしますって首振ってますね。はい、それではまたお会いしましょう。それではバイバーイ。泳いで泳いで、いいとこ見せて。